い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はスプリームルーラー2020の続きをプレイしていきたいと思います。前回からですね、いよいよ北朝鮮平壌に向けて進軍を開始したというところをお届けしたと思うんですが、今回まずはですね、内政面の見直しをちょっとね確認していきたいと思います。で、一番内政、特にお金の部分でマイナスになっているのがこの石油、マイナス1244メガダラー。これはとんでもない赤字になってるんで、ここの改善と、あと実はですね、それに伴ってというところになってくると思うんですけども、電力もね少し赤字が膨らんできているので、電力これを見直ししていきたいと思います。で、電力を改善するには当然発電所が必要になると思うんですが、発電所でまた石油を使うものにすると石油の輸入量が増えて石油の赤字が膨らむだけなので、ここはまずウランをですね発掘できる場所を探し当てましたので、まずはウランを掘っていきましょう。で、ウランの鉱脈がどこにあるかというと、ここにありました。ウランの鉱脈はズバリここにあるので、ここでウランをですねバリバリ掘っていきましょう。もうね、ガリ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 ウランを掘っていく。で、多少お金がかかるにしても、こんだけウランを作っておけば完成するのはね80日間かかりますんで、今だとどうでしょう、20個ぐらい作ってるので、結局ウランの施設が全部完成するのはだいぶ先になります。で、それに合わせて、ちょっと今お金がね全くなくなってきてるので厳しいんですが、核施設ですね、核の施設を作っていきましょう。で、これもね近いところの方がいいかなと思うんで、福島の方にね作っていっちゃいましょう。で、これで核施設もできたんですが、逆にお金が全くなくなったので、しばらくはねおとなしくしておきましょう。ではプレイしていきます。時間を進めていきましょう。特にねお金がなくなると国債の発行をしなきゃいけなくなるんで、それはできれば避けたい。まずこの戦争一刻も早く終わらせたいですね。そうなると、まずはあれだな、このサーウォンで合ってますか、ちょっと読み方ごめんなさい、あれなんですけど、ここに救う北朝鮮軍を壊滅させていきましょう。国内支持率は 36.5、 微増してますね。韓国軍も一旦は小康状態になってるのかな。まずはここの確保からだな。そうなると増派が必要になってきますね。展開済みのユニットはほぼほぼ全部出しているので、あとは今国内にいる部隊をさらに
派遣していくしかないのかな。輸送系のユニットで行くと新潟で待機中か。海上輸送をせざるを得ないので海上輸送の部隊ですね。じゃあ陸軍を動かしていきましょうか。じゃあ J75 のミサイル部隊を海上輸送で平壌の喉元まで運んじゃいましょう。北朝鮮のこの拠点をね、なんとかして日本軍が占領してしまいたいので。とはいえだいぶ消耗してきてるね。で中国軍もなんかうろうろしてるし、あんまり気持ちのいいもんじゃないよな。しょうがない、また彼らが一様に待機を決め込んでるんで、いやでもそうでもないか、ちゃんと向かってきてくれてはいるね。動いてない人たちがねたまにいるんで。輸送艦はね本当にお前何してるんだみたいなやつがたまにいますからね。まあでも一応ちゃんと動いてはいるので輸送任務に就こうとはしてくれているでいいかな。で空母ヒューガも今どこにいるかというと確認しておきましょう。ヒューガも一応動いてはいるので戦闘準備に入ってはいるでいいのかな。まあ、韓国軍がバッコしてるっていうのはね気に入らないですけど、まあ、しょうがないですからね。そうは言っても北朝鮮軍も硬いな。ここなかなか壊滅に追い込めないでいるな。ここを早く増強してあげたいですよね。そうか、南方ここを落としちゃうと逆に海軍の基地が作れるんでここを狙うべきだったのかな。まあ今更だな。補給拠点はねちゃんと築いているはずなので問題はないかなとは思うんですけどね。さあ韓国軍も展開がまた始まってるな。いや着々と韓国は朝鮮半島統一のために動いてますね。
研究が1個進んだね。合成燃料が研究が終わっているので次に進みましょう。もうすっかり忘れちゃったな。合成燃料は何のためにやってたのかっていうのをちょっと考える必要がありますね。合成燃料をしたのはなぜ合成燃料をしたかというと、なんだもう完全に忘れてるけど、何かやりたいことがあったはずですよね。なんだっけな、バイオ燃料？いや違うよな。いやでもやっぱり化学系だと思うんですよね。技術かな、それとも。まあでもいずれにしても何かはやった方が絶対いいので何かやりましょう。で何をやるかなんですが、いやミサイルとかも研究しといた方がいいよな、さすがに。で、ミサイルの範囲が向上か、これやれってやっとくよ。じゃあなんかいきなり偵察機がまた飛び始めてるけど、ステルス鑑定とか欲しいですね。レーザー砲撃、核、ダメだ、もう完全に忘れましたね。何をしたかったんだっけ。何かあったはずなんですよ。何だったっけな。国際連合からの外交の申し出が来てますね。で、お金1145、これは拒否だな。どうしても今お金がない、そんなに余裕がないんで諦めましょう。そんなことよりも何をしなきゃいけなかったかっていうのを確認したいな。お金が絶対的にないのもピンチですしね。いやーそれは分かってるんだけどね、何かやんなきゃいけないっていうのは。やっぱ技術かな。そうするとガソリンの生産アップグレード、これにしよう。これ絶対やりたいでしょ。だってさ、もうちょっとでここが落ちそうだな。ただ味方の戦力もちょっと厳しくはなってきてますね。ちょっと待ってね、輸送機がどっかに行っている。輸送艦か、撃沈されてなければいいんだけど。14って数字は多分変わってないですよね。これまた日本にいるでしょ。日本、
日本、いや違う、これもうすぐ到着するね。さあ北朝鮮の1都市を確保できればだいぶ補給面で楽になりそうなので、ここに平壌の喉元に一大拠点を築き上げましょう。外交の申し出が来てますね。石油欲しいけど672すらも今欲しいので拒否だな。今はもうはっきり言って何もできないと言っていいので、ちょっと待ってね、こいつが部隊を下ろしてくれて、そしたら戻ってもらって結構なので、平壌に向けて砲撃部隊を前進させましょう。石油が欲しい、石油が欲しいけどお金がかかる、拒否だな。お金がかかるものは完全に拒否しましょう。韓国軍もこっちに来てくれた。いやー北朝鮮軍増強が半端ないな。それにしても、韓国軍もなんかね、平壌付近で展開を始めてますよね。韓国軍が平壌に向けて進軍してるのは完全に、ここは遅れを取るわけにはいかないとは言いつつ、味方の部隊が到着しないと身動きが取れないからな。さてこっちは海軍の基地があるところにさっさと兵を動かしちゃいましょうか。韓国軍の支援がもうちょっと欲しいよな。で海上戦力あるいは陸上戦力だけじゃなくて、できればねそろそろ空軍の支援ももう一回欲しいよね。
じゃあちょっと爆撃隊も飛ばしましょう。虎のこの戦闘機、F2A を今飛ばしているので、これで多少はマシになるでしょう。あとはお金が貯まってくるのを待つしかないな。韓国軍が平壌を封鎖してくれれば、だいぶ楽になりそうですけどね。ミサイルの生産量も追いついてないのかな。もしかしたらもうちょっとねミサイル生産していかないとダメかもしれませんね。でロシアから穀物をくれる代わりに軍事物資、これは受け入れてもいいな。いや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 、ここ何韓国に取られてるじゃん。本当韓国やることゲスだよな。せっかくね、こっちが頑張って攻めてたのに韓国軍に横取りされちゃいましたね、完全に。ちょっと待ってね、どこから攻撃受けてるのこれ。相互防衛要請が来てるけど、チャイナか。これは距離を置こう。今中国と戦う余裕はない。韓国軍と何中国軍が戦端を開いたってこと。関わるのはやめましょう、そんな危険なことに。
ちょっとここで砲艦砲射撃を一旦やめよう。ちょっと危ないで。いや、確かに中国軍の戦闘機が飛び始めてるな、韓国領内を。これ韓国としては北朝鮮を占領するどころじゃなくなってるよね、きっと。さて、困ったな。こっちとしてはだいぶ戦力が削られてしまってますね。いや、本当に韓国軍と戦闘が始まってるで、中国軍の間では。そうなるとね、韓国としては北朝鮮を攻めてるわけにもいかなくなってくるでしょう。コソボが滅亡したか。さて、ちょっとじゃあ軍を送るにしても、輸送艦たちが今どこにいるか確認しましょう。この輸送艦のね、あの運用というか動きというか、何してんだお前らっていうのがちょくちょくあるんですよね。まあ、韓国と先端、中国と先端を開くつもりは一切ないので、一旦ここは守りましょう。で、ヘイジューで合ってますか、ここ日本軍の海軍基地として接収したいので、ここに対して攻撃を仕掛けよう。なので定期的に爆撃機は飛ばしたいな。
これ移動した後にちゃんとあれですね、アンロードっていう命令にした方がいいですね。つまり陸揚げするっていうところまでをやった方が良さそうですね。で他の輸送系ユニットがどこまで進んでるかっていうのをちょっと見ておきましょうね。あとは輸送艦をね今作ってますんで、輸送艦ができたら予備ユニットからガリガリ輸送艦を、配備に出していきましょう。とはいえまだ輸送艦はできてるのは少しか。9000トンクラス、まあ輸送艦は配備していこう。修理に出した戦車2つは立ち往生しちゃってるので、一旦海上輸送で戻すために基地に戻してあげましょうか。いや硬いね、本当に硬い。そうするとレーザー突き飛ばしてもしょうがないので、攻撃エリ系ですね。ひたすら攻めるにしてもちょっとね戦力が足りなくなってきてるな。陸軍の戦力を投入していきたいんですが、そのための輸送能力が追いついていないので、ひたすら輸送していきたいな。
ちょっと輸送管の各輸送管の位置もう一度確認しておきましょう。ちょっと戦力削られているものは一旦撤退させないと壊滅していくので、それは避けたいんですよね。でちょっと爆撃系のユニットが足りないので、予備役から戦闘機を出していきたいところなので、戦闘機を配備していきます。迎撃機出してもしょうがないからな。ちょっと一旦時間を止めて、戦力的に厳しい人たちは一旦返した方がいいね。この3機編成による爆撃を繰り返しやっていこう。まずはそっからだな。効率がね、多少変わってくるんじゃないかなと思うんで。またここもね、ゲスな観光部分に横取りされる恐れがあるんで、そうならないようにだけは本当にね気をつけましょう。
よし、こここそ日本が確保したね。しっかり。ここには基地もしっかりあるし、ここを死守する方がなんか理にかなってるな。韓国軍がね、またゲスにも狙おうとしてましたけど、とりあえず一つ占領できたので、まあ今回の目的は達成できたと言っていいかな。何も戦果がないまま終わってしまうよりかは、ここだけでもねしっかり確保できたというのは大きな戦果と言っていいでしょう。では時間もいい時間になってますので、今回は一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。まずは傷ついた部隊をねしっかり修復もしてあげたいので、はい、というわけで、次回もお楽しみいただければと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。